ただ一つ、夢を叶えよう。半兵衛様。どうした半兵衛。いや、まず落とすべき国はどこか、歩むべき道はどの方角か考えていただけさ。そうか。失礼する、賢人よ。大谷、すまない秀吉。へえ。もうすぐ小牧長久手か。盤石な。待たせたかい。君を連れ戻しに来たよ、家康君。君は豊臣の未来に必要な人材だ。お引き取り願おう、半兵衛殿。わしは豊臣に戻るつもり。ではない。だろうね。だから僕自らがこうして説得に来たんだ。半兵衛殿、一体何を企んでる。何かの時間稼ぎ。時間稼ぎね。僕にそんな余裕はないさ。とにかく、あなたの言葉は信用できない。今に豊臣の大軍が押し寄せてくるんじゃないか。やれやれ、時間がないというのに。これも日頃の行いが良いそうだ。僕の仕事は骨の折れるものばかりだ。体へ負担がかかるのもやむを得ないね。強き者も弱き者も、絆の前では皆平等だ。本田忠勝。
本来なら策を講じてかわすべきだが、それでは家康君を説得できないからね。人心掌握、指揮能力。君は三成君をもしのいでいた。若手としては驚くべき資質だ。三成君も君のことを今も意識し続けている。絆を掲げるならば、せめて今一度語り合うべきだ。なぜあなたがそうまで。してわしを。僕は僕の精神誠意を君にぶつける。もしそれが変わったなら、君も協力してほしい。耳を傾けるな、働かず。罠に違いない。家康君、君が思い悩んでいたことは知っている。そして今も君は力を否定しきれていない。君は自分を弱いと思っていたようだな。それは大きな間違いだ。死なないでおねえ。あなたとの手際も貴重な兵糧よ。私が選ばれし者、それがし関羽領にござる。一人のために兵士総出で、これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになりますぞ。運を祈る。いざ進撃。家康様を乗せて飛ぶのが忠勝様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲れねえ。まだまだ攻め手を緩めず参りましょうぞ。武士の名折れと呼ばれたくなくば、ちゃんと手を。家康様、忠勝殿、お二方に顔向けできぬ。我らが50人なかりで挑んでも到底及びますまい。かける忠勝様、もう一度見たかった。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、あえて体にはいいかも。愛家を守るが今日の務めよ。いざ。陣を整えておきますゆえ、何かあればお戻りを。歯車が欠けてしまっては。もう見たか、我らの忠義と武勇を。君の裏切りを許してもいい。
君が豊臣に下るならね。面々に触れ、そうしてはしつけてくだされ、半兵衛様。僕に任せてくれ、悪いようにはしない、絶対に。魔王へ駆けつけた。俺たちこそ大義、国を思うこの軍こそ官軍だ。いいたか、無敵だ。お前も無敵。全ての陣が落とされたと、それは誠なのか。これも時の運ならば、いいたか、お前らが本当の無敵を知るのはこれからだ。じゃあ、主人か。それがしにできることなど何もないではないか。すべき敵を自分で決める。僕にそれができるのか。半兵衛、あなたらしくない、強引すぎる、まるで生き急ぐかのような。まさか。そうだ、僕にはもう時間がない。僕はいつまで秀吉のそばにいられるかわからない。半兵衛殿、あなたは命を賭してここまで来たというのか。そう、この役立たずの体に夢中ってね。おかげで随分と余命が縮まったことだろう。本気なのだ。本気でわしに豊臣へ戻れと。やっと分かってくれたかい。だが、三成、あいつがわしを許すはずはない。三成君についても君は誤解しているようだ。彼の表面上の固くなさにとらわれすぎて。ではわしと三成にまだ祝い直せる絆がある。少なくとも僕はそれを望んでいる。三成君の心の内ではきっと、あとは君次第。考える時間は必要だろう。だが必ず戻ってきてくれ。願わくば僕がいるうちに。